くるくると巻いてしまえる書き初め用の掛け軸を作りましょう。用紙は四つ切り画用紙を使います。このように切って長いものと短いものを1枚ずつ組み合わせて台紙を作ります。のり付け用の紙を下に敷き、端を5ミリぐらいずらして重ねます。そこに液体のりをつけます。上になっている方の紙をぐるりと裏返し、まっすぐになるように置いて、のりがついた部分同士を貼り合わせます。乾かしている間に上と下につける棒を作ります。上につける棒は A4 のコピー紙を細長く切った画用紙の幅に合わせて切って作ります。 A4 の用紙1枚から2つ分できます。これを細長く4回折ります。4回目は硬くて折りにくくなっていますが、少しずつ丁寧に折ってください。ここに80センチから90センチくらいの紐を挟み込んでセロテープで留めます。留めるところは真ん中と両脇です。テープで留めてないところから紐が少し見えるぐらいにしておきましょう。下につける棒は A4 のコピー紙3枚をくるくると巻いて作ります。はじめに1センチくらい軽く折り目をつけると巻きやすくなります。端まで巻いたら飛び出ている方をトントンと打ちつけ、両側をまっすぐにします。これもセロテープで真ん中と両端を留めておきます。15センチ角の折り紙をこのように8等分に切ります。これを2枚棒の両端に巻きつけていきます。両側に糊を少しつけたら1センチぐらいはみ出るようにしてくるくると巻きます。巻き終わりのところから中に押し込んでいきます。飛び出しているところがないようにしっかり押し込みましょう。反対側も同じようにします。棒の準備ができたら台紙に貼っていきます。上側の棒をつけるところは2センチぐらい折ります。折り目を開いて糊付け紙を引きます。水糊をたっぷりとつけていきます。折り目のところより1センチぐらい向こう側までつけます。紐が見える方と反対側を折り目に当て、糊をつけている部分で挟み込みます。爪を立ててぎゅっとしっかりと貼りましょう。最後に紙の端を親指で押さえます。紐は片方を長く片方を短くして真結びにします。長い方の端もほつれないようにくくっておきます。次は下の棒です。上下逆さまにしたら裏返して今度は1センチほど折ります。もう一度裏返して丸い棒を当てて一周巻きつけ、巻き終わりのところにハサミなどで軽く筋を入れておきます。のり付け紙を敷いて折り目を折ったまま筋のところまでたっぷりと水のりをつけます。丸い棒の両端が同じぐらい出るようにして置いて巻いていきます。折り目の端が浮き上がらないようにしっかりと貼り付けながら巻いていきます。最後まで巻きつけたら一度戻します。そして折り返した部分に水のりをつけます。そしてもう一度ぎゅっと巻き込みます。最後は親指でしっかりと押さえつけ、反対側に倒して折り目をつけたら出来上がりです。こちらが表になります。
これで小学校で使う書き初め用半紙がぴったり入る大きさに出来上がります。半紙を貼るときには必ずスティックのりを使ってください。液体のりで貼ると台紙の色が透けて見えてしまいます。まっすぐになるように置いたら、真ん中から外に向かって軽く押さえながら貼っていきます。飾りと半紙が剥がれないようにするためのテープを兼ねて、きれいな千代紙を貼ります。千代紙は半紙の幅に切っておき、水のりをたっぷりつけて貼ります。半紙より少しだけはみ出るように貼ります。こうするとスティックのりだけでは剥がれやすい半紙もしっかりとくっつきます。みんなの作品が出来上がったら、ずらっと並べて書き初め展覧会をしましょう。持ち帰るときには下からくるくると巻いていきます。きつく巻くと作品にシワが寄ってしまうので、緩めに巻いていきましょう。最後は長い方の紐をぐるぐるっと巻きつけ、間に挟み込めば、これで持ち帰りができます。まるで忍者の巻物のようですね。この方法を覚えておけば書き初め以外にも使えます。冬休み明けの図工の授業で作ってみてはいかがでしょうか。